年。今、今年の思い出があなたの中で、走馬灯のように駆け巡ってることでしょう。ヤフオクで、どうしても欲しかったスターウォーズのレア物のフィギュアセットと関連グッズ一式、ギリまで攻めたが、最後の最後でイモ引いたなーとか。また今年も有馬記念を外したなーとか。何買ってたんだよ。レイデオロ、一着固定の三連単。レイデオロちゃんがあと少し頑張ってくれたら来年は、三連単アイドル系 YouTuber としてデビューだったんだけどね。そんな YouTuber はいらねえだろ。需要があるかもしれないじゃん。ねえな。なんで言い切れるのよ。まあまあ、あんたたち、わかってるとは思うけど、今年最後の動画だからね。大丈夫だよ、ちゃんとするから。おう、俺らに任せとけ。備えあれば憂いなし、っていうもんな。はい、もしかして終わりよければ全てよし、って言いたかったとかじゃないよね。おう、それだ、なんかおかしいと思ったんだよな。言い回しが変な感じがしてさ。いや、全然違うじゃん。似たようなもんだろ。あんた何言ってんの？どうやったらカメラ見るのよ。今年最後の動画なんですけど。こんにちは霊夢です。こんにちは魔理沙です。こんにちは陽夢です。これはまたいい笑顔してるよね。もうこんな顔されたら、何でも食べさせてあげたくなるよな。で、今日はどんな話題だ？当然、年末にふさわしい話題なんでしょ。去年もやったけど、今年もやるわ。2018年やらかしちゃった系 YouTuber 特集。またやるの？一回やったからもういいじゃねえか。何？その気合のなさは。だってよー、YouTuber 見ても癒されねえじゃん。前回のコメント欄見た。もうめちゃくちゃ書かれてたじゃない。あら、それだけ興味があるってことじゃないの？それはちょっと違うと思うぞ。まあ、毎年毎年よくあるよね。この YouTuber 炎上ネタでチャンネルを運営してる人もいるくらいだしね。芸能界ゴシップニュースの YouTuber 版って感じか。まあ、そんな感じね。今の炎上ってさ、昔なら家庭内であった出来事レベルの話だと思うのね。例えばそろばんを雑に扱っても見ず知らずの人から怒られたりしないし、からくりボックスをいたずらで接着剤で赤なくしても笑えるわけよ。仲間内ならね。本来なら世間に何の影響も与えない。だけど、今の YouTube 界は影響力絶大な人がたくさんいるわけ。YouTube に限らず、ネットの中の住人が何かやらかした場合叩かれる媒体もネットなわけだけど、その伝達速度は異常とも思える速さで、このことをよく理解していない人もいるわけ。なるほど。炎上系の拡散はもう修復不可能。その黒歴史は半永久的に残り続けるわけよ。嫌すぎるよな、ずっと残るのは。かわいそうに。画伯、少し絵が上手くなってねえか。炎上写真を見ながら描いたからね。てか、これくらいはいつでも描けるし。そうですか。今ではさ、こんなネットの炎上を供養するところまであるわけよ。炎上を供養するって意味がわからんぞ。ネットの炎上って供養できるものじゃないでしょ。こういうのは現代の災難になるんだって。災難だから、難を振り払うことをやるわけ。炎上元になった画像や投稿記事を供養するみたいね。需要とかあるの？特設サイトを開設したら400件以上の供養依頼があったらしいよ。マジか。結構心折られてるやついるんだな。現代の闇ね。でもね、わざと炎上狙いで注目してもらおうという輩もいるのよ。意味がわからんぜ。炎上させたらそいつ終わるじゃん。これについては後で説明するけど、とにかく注目されることが目的だからいいわけよ。前置きが長くなったけど、2018年の YouTube 回を早速見てみようか。すげえ長かったな。まあ、いつものことね。最初はこの人。死体さらし事件。我らの宿敵、コーガンポールじゃん。この人のせいで YouTube の規約がめちゃめちゃ厳しくなったって、本人わかってんのかな。さあな、てか、こいつなんでタコ持ってんだよ。これは日本に来た時、市場で購入した魚で遊んでんの。ここは洋服の店だけど、この手で構わず洋服を触ってたわ。頭おかしいのか？本当に触ってるじゃん。大きなニュースだったのでもう知ってるとは思うけど、ざっと概要に行くね。世界的人気の YouTuber であり、常に YouTube 収入ランキング上位にランクインしているローガン・ポール氏、22歳が、2017年12月に来日。散々迷惑行為をした挙句、自殺者の遺体を撮影して YouTube に掲載し、世界規模で大炎上した。まさに大炎上だったな。これ、今年の出来事だけど、動画投稿は31日にされてんのね。彼のチャンネル登録者数は約1500万人、24時間で600万再生されたらしいわ。その後、問題の動画があれに荒れたので自ら消去。でももう後の祭りね。この後は謝罪動画まで出してたけど、普段の素行が悪いせいか信用できない、反省してねえだろ、なんて言われてたの。1月10日に YouTube 様より広告プログラム権利剥奪のお知らせが届く。しばらく活動を自粛する。問題児ならもうアカウント削除でいいんじゃねえか。1500万の登録者のいるチャンネルが削除されたら世界の YouTuber が凍りつくとは思うけどな。でも、また広告がついてるけどなんて。謝罪後、しばらくして自殺防止を訴える動画を投稿。自殺防止啓蒙団体に1億円の寄付を表明する。その後また悪ふざけすぎる動画を投稿して広告を一時的に剥奪される。それから3ヶ月後には広告も元通りになっていた。なんだよそれ。YouTube にとってローガンポールは、金のなる木、24時間で600万再生されるチャンネルだよ。そんなに簡単に消すわけないじゃん。これについて YouTube CEO はこう言ってるわ。まだ3ストライクじゃない？おい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 。どんだけ過保護だよ。日本には厳しいのにな。でも、全世界で見れば嫌ってる人もたくさんいてて、こんな呼びかけも行われてるの。
なにこれ。チャンネル削除署名、賛同者が72万人いるね。うちのチャンネルならマイナス70万人か。いや、借金じゃないんだからマイナスにはならないでしょ。日本とはレベルが違うな。YouTube 本社襲撃事件。アメリカ合衆国の YouTube 本社で2018年4月3日に発生。突如として侵入してきたナジム・アブダム容疑者が次々と銃撃し、3人を撃った。その中の1人は現在重傷で意識不明となっている。その後容疑者は自殺した事件ね。これ、収益化が厳しくなって生活が圧迫されて、YouTube を恨んでの犯行だって言われてたよな。それがね、どうもそれだけじゃないみたいなの。YouTube に不満があったんでしょ？他に何があるのよ。恋愛のもつれ。おいおいおい、恋愛のもつれで本社襲撃っておかしいだろ。意味がわからないわ。撃たれて重傷だったのはこのナジム・アブダム容疑者の元彼で、YouTube の社員。どうも別れたばかりでかなり荒れた生活だったらしい。じゃあ、元彼を家に行って、息を誤って他の人も撃っちゃったわけ。そこなのよ。他の人も撃っちゃってるからね。YouTube に対する恨みなのか、恋愛トラブルなのか、襲撃事件の真相は永遠にわからないままね。両方じゃねえか。元彼を粛清して、ついでに YouTube も粛清してやる。って感じだったのかもな。会社で銃撃戦とか嫌すぎるわー。無線出発系 YouTuber。シャイルロッジダブリンホテルによれば、この YouTuber は、2月20日から12日のバレンタインデー期間に恋人と過ごしたいからホテルにタダで泊まらせてほしい。その代わり私の YouTube チャンネルでホテルを紹介する。私には8万7000人もの YouTube チャンネル登録者がいるし、Instagram も7万6000人がフォローしている。と言ってきたらしいわ。この人、何言ってんの？自分すごい、って勘違いしてんだろ。そんなこと言ったら何でもできるじゃんよ。紹介するから、飯食わせろ。飛行機乗せろ。アトラクションに乗せろ。この家に住まわせろ。この服をくれ。何でもありだね。ホテルの支配人は頭に来てそのメールを公開したの。個人情報を隠して公開したんだけど、同じようにあまりの非常識さに頭に来たユーザーが重傷特定。特定された彼女は弁明動画を公開。勝手に私のメールを公開するなんてひどすぎる。22歳女子がうちで YouTuber しているだけなのに、一部の YouTuber がゴミと言われる原因の全てがここに凝縮されてるな。自己中心主義というか、自己愛主義者というか。その後支配人はこう言ったの。アホか、Y は個人情報隠し取ったやんか。それであんたが反論動画出したら、私が犯人です言うとるようなもんやんか。あ、お前も含めブロガー全員うちのホテル。利用禁止な。来たらつまみ出す。でお怒り心頭だったわ。まあ、そうなるよね。ちなみにこのホテル、2つの Facebook フォロワーは18万6000人。Twitter 1万2000人。Insta 3万2000人。Snapchat 8万人。これは相手が悪かったわね。デイリーのところで主要のし直しだな。いや、デイリーさんは関係ないと思うんですけど。選挙掲示板炎上系 YouTuber。どんな YouTuber だよ。内容としては、石川県の男性 YouTuber19 が県知事選2018年3月11日投開票の選挙掲示板に自身の顔写真を貼り、掲示板の様子を撮影、様子べに動画を公開した。公職選挙法違反の疑いを指摘する声が続出し、後に動画は削除した。いやいやいや、普通にアウトだろ。19歳だったらもうわかりそうなもんだけどね。いろんなテレビ番組で報道されたこの事件、この後警察に事情聴取を受けたみたいね。そして謝罪動画で事の経緯を説明したわけ。ポスターが貼られていない掲示板の空欄部分であったことから、公職選挙法には当たらないとのご判断をいただきました。ですが、電柱など街中に貼った行為に関して、軽犯罪法違反ということで事情聴取を受けました。現在は全ての調査や対応が終わりまして、今回は刑罰に問われない結果となりました。今回の動画に関して、自分自身視聴者の皆様を楽しませたいという思いがあり、撮影をしましたが、それは僕の勝手な思いであって、行動そのものは間違ったものであったことを今改めて反省しています。皆様にご迷惑をおかけして申し訳ありません、と、謝罪の言葉を述べていたわ。結構大事になったんだね。掲示板に罰せられるって書いてあるのに。壊したり破いたりするのはダメだと書いてあるけど、新しく貼るのはいいんじゃないかと思ったとか。それはないんじゃないの。フリオパーイ。なんだよそれ。東京渋谷のハチ公前広場でフリオパーイと書かれたスケッチブックを掲げ、通行人に胸を触らせるなどしたとして、警視庁生活安全特別捜査隊は12日、東京都迷惑防止条例違反の疑いで、私立高1年の女子生徒16と公立高3年の男子生徒18を書類送検した。2人は動画投稿サイト上で活動する YouTuber だった。また通行人が胸を触る動画を撮影したとして、同法違反幇助の容疑で映像制作会社社員の男性23も書類送検した。去年は中国の人が胸を触る動画で捕まったじゃない。日本では全く逆のことやってるんだ。目立つためには何でもありだな。今現在日本はおおよそ4万以上のチャンネルが存在してるので、そこの中から見つけてもらうにはかなり尖ったことをしないとなかなか見つけてはもらえないと思ったんじゃない。ワンチャン狙っていったってことか。でも捕まったら意味ないじゃん。これは厳重注意で済んでるとは思うけどね。ただ叩かれすぎて心が折られたかな。チャンネル削除したみたいね。人間サンドバッグ状態だったんだろうな。立ち直れるかな。どうだろうな。チャンネル登録者100万人がバーン。何か悪いことでもやったの？このグループはレペゼン地球っていうグループで、DJ グループというよりエンターテイナーって感じもするんだけど、活動の一環として YouTube を使ってたの。なので、本人たちは、俺たちは YouTuber ではない、と一線引いてるんだけど、やってることは普通の YouTuber より過激ね、で、3ヶ月以内にガイドライン違反で警告を3回受けるとアカウント停止になるんだけど、3回受けちゃったみたいね。そんなに警告を受けるようなことをしてたのか、見る人によるかな。でも、本人たちも、
よく100まで泳がしてた。俺なら速攻でバンするって言ってるくらいだからね。そこは認めちゃうんだ。そして登録者数が100万人超えたところでバン。100万人のチャンネルを消せるってすげえな。日本で100万人のチャンネルを消されたのはこの人たちだけだと思うよ。今は新しいチャンネルを立ち上げてもう150万人くらいになってるね。ファンの筋金入りってことね。後半に続くよー。何言ってんだ。 CM みたいよ。後半戦の最初はこれ。 YouTube 春の晩祭り。チー集めて YouTube に応募でもするのか。 YouTuber の顔デザインのお皿とかならいらないわよ。意外と辛辣ね。この出来事をざっくりと言うと、匿名掲示板5チャンネルの何でも実況ジュピターの利用者たち、通称南京民による日本の政治系 YouTube チャンネルに対する組織的な集団通報ということになるよ。よくわからんぞ。これを詳しく解説すると終わらなくなるので、ここは概要だけね。この南京民が標的にしたのは保守系のチャンネル、玄関チャンネルで、中でも特に韓国、北朝鮮などの話題を中心に投稿しているものは YouTube の利用規約に反してるぞという通報を組織的に行ったわけ。もうびっくりするほどチャンネルが消されていったわ。どれくらいのチャンネルが消されたの。嘘か本当かわからないけど、12月18日現在で1800チャンネルが凍結したらしいわ。マジか。ネットの恐ろしさを垣間見たわ。なんか不気味な怖さがあるよな。これはたった一つのスレッドから始まってるの。両つべのネトウヨ動画を報告しまくって潰そうぜ。これを面白がった南京民が片っ端から通報。そのうちまとまりが出てきて効率化を図る。日に日に消えていくチャンネル、そして動画、自主削除も含めてその数67万本。アリ教官って感じだな。恐ろしいという言葉しか出てこないわ。これはネット社会に深い傷跡を残した事件と言えるわね。本田翼、YouTube デビュー。ガチのゲーマーとして知られる本田翼さんが、ゲーム実況者としてデビュー。2本の動画で登録者100万人を達成。たった2本で100万人か。すげえな。本田翼さんから見ればヨウムたちは、微生物ね。アリくらいはいけるんじゃねえか。もっと底辺じゃないの。次に行くね。東大生 YouTuber、逮捕。新宿署は、自宅マンションに女性を連れ込んで乱暴した強制性交容疑で、ミスター東大コンテストに出場経験がある男24を逮捕していたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。調べに対し、男は覚えていない、などと容疑を否認しているという。二人に面識はなかったが、同じマンションに住んでいて、丸井被告は偶然エレベーターに一緒に乗った女性の後をつけて犯行に及んだという。丸井被告は逮捕当時、警視庁の調べに対して、覚えていない、などと容疑を否認していて、現在は、保釈されている。最悪だな。ミスター東大コンテストに、むちゃくちゃ泥塗ってんな。2014年のファイナリストなんだって。顔が良くても頭が良くても、下半身に理性がないなら動物以下ね。この方の言葉を借りるなら。ヨウムが4発来ました。次に行くね。盗んでたりする系 YouTuber。新しいな。泥棒さんの実況動画かな。実況ではないけどね。ウザロングの名で日本縦断の旅などの動画を投稿していた YouTuber の男が、空き巣を働いた疑いで逮捕された。男は空き巣で得た金を使って旅に出ていたとみられる。窃盗の疑いで逮捕されたのは、千葉県の無職丸井容疑者28。丸井容疑者は2018年10月川崎市の会社員宅に侵入し、ノートパソコンや掃除機など約30点を盗んだ疑いが持たれている。こいつの登録者数ってどれくらいだ。約1000人ほど。全国区で流れるニュースってどれくらいの人たちに見られるんだろうな。何百万人とかじゃないの。わかんないけど。もう有名人だな。でももう戻ってこれないね。この人のファンもいただろうに。空き巣のやり方教える系 YouTuber で鮮烈デビューってのはどうだ。はい、規約違反で弾かれるのがオチでしょ。これって、もう得意なわけじゃん。ヨウツベ会には釣りが得意なやつ、アウトドアが得意なやつ、嘘をつくのが得意なやつ、悪口言うのが得意なやつ、いろいろいるじゃんよ。本物が教えるんだぞ。いけると思うぜ。ないない。他にもこんな自作の火炎放射器を作って、動画に投稿して火器乱用の疑いで書類送検された人、年末に退職した元所属メンバーに内情をバラされて必死で取り繕うも大炎上してしまう人とか、こうして見るといろいろとあってるんだねー。小さいことで言えばもっとあるけど、プチ炎上はどうでもいいようなことが多いかな。最初の方で言ったけど、わざとアンチを増やして炎上させ、人気動画に仕立てる手法もあるんだよ。どういうこと？コメントって、書き込みが多かったら活発なコミュニティとして認識され、たまに急上昇に乗ったりするわけ。だからわざと荒れるような動画を投稿して、広告収入を得てる人もいるわけよ。いわゆる炎上商法ってやつね。なるほど。そして去年の動画でも紹介したけど、今年はすごいことになった VTuber。 あの時は500人もいなかったのに今年は4000人を超えたみたいね。本当に一気に伸びたカテゴリーだよね。バーチャル YouTuber 共同オーディションみたいな取り組みもなされてて、かなり盛り上がったと思うわ。なんだこれ。 VTuber のキャラクターオーディションと決まったキャラクターの声優オーディション、最終的に5名の VTuber が誕生という流れね。いろいろ考えてるんだね。企業も参戦してる市場だからね。衝撃戦区と言っても過言じゃないわ。 VTuber やるのも大変だな。で、恒例の来年ブレイクするかもしれない YouTuber を紹介するよ。誰誰。
YouTube 研究家。真面目に言ってるの。モノモース系の柴田さんが言うには、小学生の時の俺が動画投稿しているチャンネルらしい。登録者数は今現在で10万人。復活したばかりの社務士に当てた動画が79万再生。他もかなりの再生数を叩き出してるよ。末恐ろしい中学生だわ。負けたくねえよな。こいつに勝つにはもう炎上狙いしかないかもな。いや、それはダメでしょ。そんなことしたらバンするじゃん。ガイドラインに違反しなきゃいいんだろ。あとは嫌われる勇気だけだな。いや、あなたはもう結構嫌われてるんですけど。結構ひどいこと言われてるの知らないの。そうか、コメント見てるが、ブスとか死ねとかキモいぐらいしか書かれてないぜ。メンタル強すぎー。当チャンネルにご登録の皆様、今年1年間支えていただき、ありがとうございました。いつもたくさんの応援メッセージ、感謝いたします。おもろい D 級ニュースの旅は、来年もぼちぼちとやりますが、これからも変わらぬゆるゆるのお付き合いを、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、良いお年を。